皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。今日は皆さん、またまた鬼滅の刃の食玩が発売されましたよ。今日は11月23日こちら、じゃん、鬼滅の刃名場面解雇カードチョコスナック2です。1の方紹介したことあるんですけど、カードがめちゃくちゃ可愛いの。なのでずっとね、この日を楽しみにしてました。そして朝早くスーパーへ行って2箱ゲットできたということでね、全部で20個12種類コンプリートできるのか、早速2箱を開封していきましょう。 Yeah, I don't wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I'm into you.こちらね、1個180円プラス税なんですけど、の 3D みたいな、あ、そう、前のやつちょっと見せますね。全部で12種類で1箱10個入りなのでね、せっかくなので2箱買いました。20個ですね。で、前のが1の方のカードがこんな感じです。覚えてるかな、みんな、これ 3D みたいな場面が変わるやつ、3種類の絵が出てくるやつですね。こんな感じです。でね、これね、私一枚一枚袋に入れちゃってるんで、ちょっと反射して見えづらいと思うんですけど、こんな感じです。あ、でもまあまあ見えるね。こんな感じで、前回ね、2箱でコンプリートできたんですよ。で、こちらシークレットとかないから、ちょっとまだ気楽に開けれますね。よし、じゃあ早速開封していきますか。チョコスナックですよ、美味しいんだよね、これもね。よし、1枚目。あ、あ、これ、あ、見て見て、最終選別の時だ、炭治郎。パッケージの絵と一緒。え、かっこよ、さすらいガラスもらった時と。あ、あ、4人いんじゃんこれ。え、よくないこれ、4人のかなおちゃんかわよ。で、後ろはね、同じ通り、そのあ、ほら、何話とか書いてあって、説明が書いてありますね。よく生きて戻った、だって。え、いいね、相変わらずこれめっちゃいいじゃん、このカード。 3D っていうの、あ、そう、レンチキュラーカードですね。はい、2枚目。あ、善逸くんだこれ、善逸くん、善逸くん。はい、善逸がしがみついてるやつと、善逸怖がってるやつに、で、また怖がってるやつですね。え、可愛いんだけど。はい、こんな感じ。あれですね、太鼓の鬼の時だ。はい、3枚目。あ、あ、鬼仏寺無惨、やば、かっこよくないこの鬼仏寺無惨。はい、え、美しいですね。あ、いいね、これパワハラ会議のやつですね。で、裏、あ、M もいる、 M と加減の鬼たちがいますね。新たなる任務だって。よし、4枚目。あ、え、かぶった、かぶった、かぶった、やばい、やばい。あ、今回8枚かぶれるんですよ。はい、かぶりです、善逸くん。5枚目。あ、え、かぶった、え、やばい、やばい、やばい、え、やばくない、2枚目かぶり、え、やば、皆さんちょっと怖くなりました。え、こんなかぶる、ワンボックス。6枚目。あ、ルイだ、ルイ、え、ルイ私大好き。はい、この月のところにいるルイと、あ、炭治郎もいた。で、あ、いい、え、これめっちゃいい、ルイの口元。こんな感じです。あ、ルイのお姉ちゃん、あ、お母さんか、お母さんがいます。7枚目。あ、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 しのぶさん、しのぶさん、あのルイのお姉さんをね、殺すところですね。やば、めっちゃ綺麗、美しい、いいですね、いいね、かわいい。あ、富岡さんもいいんじゃん。はい、8枚目。あ、かぶり、かぶり、かぶり、ルイです、ルイ、ルイのとこ、ほら、え、結構かぶるね今回ね。9枚目。あ、よかった、かぶってない。あれですね、無限列車行く前の、ほら、伊之助と、あ、吹いてま、ふ、壺吹くやつですね。で、あ、ほらほらほら、最終回のやつだ、めっちゃいいじゃん、ねずこうって言ってるよ絶対。はい、で、裏、あ、え、かわいい、かなおちゃんと炭治郎、めっちゃいいね。10個目で3枚かぶってますね、せーの、はい。あ、あ、あれだ、あれだ、館みたいなところ、旅館みたいなところで泊まった時のやつ。善逸、炭治郎と伊之助に、炭治郎、いいですね、みんな可愛いですね、かっこいい。はい、これも伊之助ですね。一箱開け終わったんですけど、3枚かぶってます、まあまあかな。11個目。かぶりだ、かぶり、かぶり、かぶり、さっきと一緒、かぶりです。12枚目。あ、かぶってない、よし、いいね、手つないでるねずこと炭治郎で、炭治郎に、あ、家族、家族、家族たち、これどう、あ、こっちの方がいいね、家族たちです。お母さんとかロクタとかみんないますね。で、あと何枚かぶれるの、あと4枚かぶれるのか。13枚目。あ、かぶってない、え、え、見て見て、富岡さんで、炭治郎、ルイ倒した後ですね。で、しのぶさんです、しのぶさん綺麗ですね、いいですね。あ、裏、
裏見せてなかったですね、さっき。あ、さっきも見せてなかった裏。はい、こんな感じです。14枚目。あ、あ、かぶってないかぶってない。これ初めてキムスジムザンと会った時ですね。はい、ムーザン炭治郎、あれです、都会の時行った時か。で、炭治郎が怒ってる時ですね。いいね。で、裏。よし、いい感じじゃない？めっちゃいい感じです、今んとこ。14枚目。あ、かぶったかぶったかぶった、さっきと一緒なんだけど。はい、かぶりです。16枚目。あ、かぶったかぶったかぶった、やばいやばい、かぶりました。で、皆さん、あと今4個残ってるんですけど、あと2種類でコンプです。いきます、せーの。はい、あ、かぶってないかぶってないかぶってない。善逸、伊之助、炭治郎です。これあれじゃない、太鼓の鬼倒した後。あ、ほらほらほら、めっちゃいい、かっこいいな炭治郎。あと1種類でコンプなんだけど、怖っ。せーの、はい。かぶりだ。はい、皆さん、ちょっと出たかなと思ったらかぶりでしたね。はい、かぶり。18枚目。あ、出た出た出た、コンプ、皆さんコンプしました。はい、あれ、ルイのお母さん倒す時です。え、よかった、コンプできた。ほら、ルイのお母さん、え、かっこいいよこれ、超かっこいいんだけど。はい、無事コンプできました。あー、よかったわ。はい、皆さんよかったです。ちょっと確認のため数えますね。12。はい、コンプリート。じゃあ最後なんだろう、待って、煉獄さんいなかったね今回ね。じゃあ最後は最終選別のやつが欲しいな。はい、いきます、せーの。はい、あい、違かった。これもう3枚目くらいなんだけど、これ壺吹いてるやつですね。あー、よかった、マジでコンプできましたよ皆さん。じゃあちょっと全部見せますね、並べて。はい、で、今回出たのがね、こちら、まず最終選別のやつと、で、鬼舞辻無惨ですね。で、手つないでるやつ、善逸で、炭治郎と伊之助、善逸、善逸くんで、るいのところ、で、るいのお母さんで、るいのお姉さんのしのぶさんのところですね。で、富岡さんたちのやつと、鬼舞辻無惨で、最終話のやつです。ちょっとね、心配になったんですよ、最後あんま出なくて。でも無事コンプリートできました。で、これね、あの、朝早く行った時にはもうめっちゃくちゃいっぱいあって、まだね、皆さん今なら間に合うと思うので、ぜひぜひ行ってください。今ね、朝早く紹介してるんですけど、できればね、これね、早めに朝アップしたいなと思ってるので、見た方は絶対にもうコンビニとかにも売ってるんじゃないかなと思うので、ぜひ見てみてください。はい、じゃあということで、今回は今日発売した鬼滅の刃名場面解雇カードチョコスナック2を開封したんですけど、まあ、2箱で無事コンプリートできました。まあ大体は2箱でコンプできるんじゃないかなとは思います。はい、じゃあまた鬼滅の刃の食玩の動画を見たいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。